東日本大震災の被災地は穏やかな天気に恵まれた新年となり、各地で初日の出が見られました。岩手県宮古市では地元の人など200人以上が3隻あった唯一津波の難を逃れた遊覧船に乗って太平洋から昇る初日の出を拝みました。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。津波の被害を受けた三陸鉄道は早期全線復旧を祈願して初日の出号を走らせました。乗客は野田村の駅から防潮堤まで歩いてご来光を拝みました。三陸が復興してほしいです、早く。忘れたいこともあるし、忘れられないこともあるし、忘れちゃいけないこともあるし、自分たちはちゃんと前を向いて歩いていければ。